アリエッタチャンネルへようこそ。6月17日にフルモデルチェンジして発売になった4代目ハリアーについて解説していきます。今回は後編として各グレードの紹介や安全装備、ドライビングパフォーマンスについての解説です。エクステリアとインテリアについては前編の動画をご覧ください。まずグレードの紹介です。まず価格は299万から504万円までの価格帯となっていて、グレードは一番安い方から S、G、Z の3つのグレードがあります。G と Z にはプラス30万円で本革シートなどが装備されるレザーパッケージが用意されています。ユニットはガソリン車が2リットルの CVT で、ハイブリッド車は 2.5 リットルで、それぞれに FF と 4WD があります。価格差としては FF と 4WD で約20万円、ガソリンとハイブリッドで約60万円の価格差があります。続いて装備の違いです。まずエクステリアからですが、アルミホイールは全グレード異なっており、 S に17インチ、 G に18インチ、 Z に19インチのアルミホイールが装着されます。ヘッドランプは全グレード LED ですが、 S はマルチリフレクタータイプ、 G と Z にはプロジェクタータイプが装備されます。 G と Z にはデイタイムランニングランプがついていて、昼間でも2本の特徴的な L 字のライン発光を行います。フロントバンパー部分は G と Z に LED フォグランプとメッキの加色がつきます。ドアハンドルとリアバンパーにも G と Z にはメッキの加色がつきます。ハイマウントストップランプは Z のみ、ロングタイプのものがつきます。そしてボディカラーは全7色を設定し、全体的にサイドを抑えたカラーラインナップになっています。プレシャスブラックパールには小傷を自己修復してくれるセルフリストアリングコートが施してあります。続いてインテリアです。まずシート表皮と加速についてですが、 S はブラックのみのインテリアカラーで、シート表皮は全体がファブリックになっています。加速パネル等は特についておりません。 G と Z はブラック、ブラウン、グレーの3色のインテリアカラーがあります。シート表皮は標準仕様ではファブリックと合成比較のコンビシートです。レザーパッケージは本革のシートがつきますが、グレーのインテリアカラーの設定はありません。加速パネルはインテリアカラーがブラックのタイプはメタル調、ブラウンとグレーはウッド調の加色パネルがつきます。続いて装備についてです。スカッフプレートは G と Z にステンレス製で、ハリアーロゴ入りのタイプのものがつきます。照明は Z のみの装備になっています。メーターは S が 4.2 インチ、 G と Z が7インチのカラーマルチインフォメーションディスプレイがつきます。 Z グレードのみガラス投影式のヘッドアップディスプレイが装備されます。センターディスプレイは Z のみ 12.3 インチの T コネクトナビ、 S と G は8インチのディスプレイオーディオが標準装備です。 G にはメーカーオプションで 12.3 インチのディスプレイを装着することも可能です。価格はプラス37万円になります。12.3 インチの方はトヨタのコネクティッドサービスである T コネクトやナビゲーション、フルセグのテレビチューナーや ETC2.0 ユニットが標準装備されています。8インチの場合はこちらの装備は全てディーラーオプションになっています。どちらにしても CD や DVD の再生はすることができません。ディーラーオプションでもデッキの設定がなく、社外のオーディオをつけることもできないので、この点はご注意ください。スピーカーは 12.3 インチの場合は9スピーカーの JBL プレミアムサウンドシステム、8インチの場合は6スピーカーの標準システムになっています。エアコンのコントロールパネルは 12.3 インチの場合はタッチパネル式、8インチの場合はダイヤル式になります。そしてトヨタ初の装備である超高パノラマルーフは Z にメーカーオプションで設定されています。価格はプラス20万円になります。そしてパノラミックビューモニターですが、こちらも Z のみにメーカーオプションで設定になっています。なので S と G には装備することができません。パノラミックビューモニターがつかない場合は、助手席側のドアミラーに補助ミラーをつける必要がありますので、ドアミラーの下側に出っ張りができます。この出っ張りが気になる人は必然的に Z グレードを選んでパノラミックビューモニターをオプションするしかないということになってしまいます。マツダの CX-5 やスバルのフォレスターは全グレードにサイドカメラが標準装備されていますので補助ミラーがありません。またホンダの CR-V の場合はドアミラーと補助ミラーが一体的で目立たないデザインになってますので、これはちょっとハリアーの改善ポイントかもしれません。ラゲージスペースは見た目にもこだわっていて、
Z グレードだとステンレスのプレートがつくのと、サイドに JBL のスピーカーグリルがつきます。そしてパワーバックドアは G と Z に標準装備で、 Z にはキックセンサーがついてますので、ハンズフリーで開閉することができます。続いて安全装備です。新型ハリアには予防安全パッケージ、トヨタセーフティセンスが全グレードに標準装備されています。衝突回避支援システムのプリクラッシュセーフティは従来は昼間だけに対応していましたが、新型では夜間の歩行者にも対応しました。そして昼間の自転車運転者の検知にも対応しています。ただし新型ヤリスで採用した交差点での検知機能はハリアーには対応してないみたいですので、直進する対向車であったり横断する歩行者を検知することはできません。そして高速道路で車線を中央に走るようにステアリング操作をアシストするレーントレーシングアシストと、カメラで認識した標識をメーターに表示するロードサインアシストをハリアーとしては初めて搭載されました。続いてデジタルインナーミラーですが、こちらは G と Z に標準装備されています。こちらにはトヨタ初となるドライブレコーダーの機能を採用しています。マイクロ SD カードをミラーの下側にあるスロットに挿入しておけば、走行中の前方と後方の映像を常に録画しておくことが可能です。その他装備としては、誤発進の被害を軽減するインテリジェントクリアランストナーは全グレードに標準装備されています。そしてブラインドスポットモニターとリアクロストラフィックオートブレーキは Z グレードに標準装備、 G と S にはメーカーオプションになっています。続いてドライビングパフォーマンスです。 TNGA の思想で設計された GAK プラットフォームが採用されています。これはカムリやレクサス ES と共通のプラットフォームです。これによりボディの光合成化や低重心化を図り、優れた操縦安定性と快適な乗り心地を実現しています。サスペンションはフロントにマクファーソンストラット、リアにダブルウィッシュボーンを採用しています。ショックアブソーバーの減衰力を最適化してスムーズなストロークを確保することで、しなやかかつフラットな乗り心地を実現しています。そして静粛性にもこだわっています。吸射音材や静心材の効果的な配置、高遮音ガラスの採用などによって徹底的な振動騒音対策をすることで、さまざまな道路環境においても心地よい静粛性を実現しています。続いてパワートレインですが、ラインナップは2リットル NA のガソリンと 2.5 リットルのハイブリッドです。残念ながら2リットルのターボモデルは廃止されました。ガソリン車は2リットルのダイナミックフォースエンジンと発進用のギアを備えたダイレクトシフト CVT を組み合わせることで、力強くダイレクトな走りと優れた低燃費を両立しています。10速のマニュアルモードがついていますが、パドルシフトはついていないのでシフトレバーでの操作となります。 4WD 車には前輪駆動と四輪駆動の状態を最適に制御し、滑りやすい路面での安定した走行と低燃費を両立するダイナミックコントロール 4WD が採用されています。 RAV4 のような左右に駆動力が分配できるダイナミックトルクベクタリング AWD はハリアーにはついてないんですけども、都市型 SUV としては十分な性能だと思います。ハイブリッド車には 2.5 リッターのダイナミックフォースエンジンを搭載した RAV4 と同じハイブリッドシステムを採用し、優れた低燃費と気持ちの良い加速性能を実現しています。こちらは6段階のマニュアルモードがついていますが、ガソリン車と同様にパドルシフトはついてないのでシフトレバーでの操作となります。 4WD システムはモーター式の E4 を採用しています。従来よりも後輪の最大トルクを増加させるとともに、前後輪のトルク配分を100対0から最大で20対80まで自在に変更することができます。コーナリングでの操縦安定性を高めたほか、降雪時や雨天時での坂道発進時の安心感も向上しています。従来ハイブリッド車は 4WD のみの設定だったんですが、新型では FF 車も選べるようになりました。最後にパッケージングです。従来よりもワイド&ローでより低重心なスタイルになっています。そしてホイールベースも従来よりも拡大されています。そして全幅が185センチを超えますので、機械式の立体駐車場だと入庫できない場合がありますので、この点はご注意ください。以上、新型ハリアーについて解説してきました。ご視聴ありがとうございました。よろしければ高評価とチャンネル登録をお願いします。